はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、いらっしゃいませ。ようこそ深層回転寿司店へ。いくら専門店がね卒業できましたのでね、ご紹介していきたい新しい寿司デッキをね、ウニの軍艦と、白魚の軍艦が登場したことによって、まあネタが3種類に、ね、増えました。やりました、いくら専門店完全に卒業。いやーやっとだよ。今回はですねこの寿司デッキをね、まあ、ぶん回していこうと思っております。先に言っておきます、寿司エクシーズモンスターたちマジで弱いですまあその名前の通りネタデッキでございますんで、まあ、なんとかですねランクマ用にちょっとチューニングして戦えるようにしたいなと思って、ちょっとねパワーをいくつか借りましたね。まずは、勇者ギミック、勇者ギミック結構相性良くて特殊召喚していく効果が結構多いんで、軍艦はなので、勇者のこの制約と喧嘩しないんで、まあ、勇者ギミックは相性がいいっていうのと、あとはまあデスフェニーですね。まあ勇者デスフェニーのギミックを入れた寿司デッキです。まあこうしておくと、まあそこそこランクまでもまあたまに勝てるぐらいの感じには慣れますんで、まあ割と寿司を使いたい方にはぜひね検討していただきたい、そんな感じの混ぜ物になっています。で一応まあギミックは対戦しながら見ていただければ分かるようになってますんで、まあモンスターだけエースモンスターだけ説明していくとですね、まあいくら型、こいつは戦闘ダメージを与えると、2回攻撃できて戦闘ダメージを与えるとカード1枚破壊するっていう効果と、シラウオは、サーチ効果持ってるのと、あと軍艦が効果流されなくなって守備力分上がるっていう、お値段分ね、お値段分上がるっていう効果、それから、ウニはダイレクトアタックできて、表側のカードの効果を無効にできるっていう効果があるんで、まあ、こいつがまあ一応エースっちゃエースですね、今のところの。まあ、値段も高いですし、500円っていうね。で、まあ、必殺技は、ウニ型2番艦出してダイレクトした後に、ガイアドラグーン重ねてアーゼウスするっていうのと、あと、それから、レベル4の、モンスターがめっちゃ並ぶんで、イクラとシライウオを出して、イクラとシライウオで未来竜王。それから、まあ、適当に効果モンスターを並べてアナコンダからデスペニー。まあ、これが一応、まあ、展開の要になっております。早速ですね、この寿司勇者デスペニーデッキのね、パワームーブをね、お見舞いしていきましょう。それでは、ゆっくりとお楽しみください。デュエル3倍。マジで勝てねえ。マジで勝てねえ。ランク2個くらい下がったわ。せっかくよ、なんか勇者グッドスタッフみたいなのでランク3個ぐらい上げ3、4個ぐらい上げたのによ、ランクなんか上げた分全部下がったわ寿司で。ふざけんなマジでこのデッキ。なんかでもワンチャン手札は強いな、ワンあるかこれ。まずとりあえずまあ挨拶でシャリ召喚するか。でシャリ召喚して白魚の軍艦の効果、シャリの軍艦が存在している場合自身を特殊召喚できるぜ。へいお待ち、へいお待ち別に特にやる必要ないですね。そして、白魚の軍艦の効果発動、白魚の軍艦の効果によりイクラの軍艦を特殊召喚。そして白魚の軍艦はデッキトップにシャリの軍艦を置くことができるぜ。お客さん、お客様、今からね、最上級のネタをね仕入れましたんでね、握って差し上げますからね。そしてイクラの軍艦の効果によりシャリの軍艦がデッキトップの3枚の中に1枚でもあれば特殊召喚をすることができる。へいお待ち。そして、軍艦どころ回線の効果を発動、軍艦どころ回線の効果によりデッキトップに、ウニかなんか置いときます。まあ一応こっちの方がいいか、これ2枚さ、うーん、何かこれ、あでも白いこと持ってくるのあんま意味なかったかもしれないな。まあでもとりあえず、シャリの軍艦と白魚の軍艦でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。はいお待ち、白魚お待ち。そして白魚の効果発動、カードを1枚ドローし、さらに、軍艦カードを1枚お手札に加えるという効果。さあこれによって気まぐれ軍艦握りと気まぐれ軍艦握りをサーチしていくよし、これで、2枚サーチは確定した。そしてイクラの軍艦とシャリの軍艦でオーバーレイエクシーズ召喚。あらあろう、イクラの軍艦、はいお待ち。イクラの軍艦の効果発動、カードを1枚ドロー。まあ一応未来利用も出せるんですけど、なんかちょっと未来利用出したら負けな気がするんで、ちょっと一回これでエンドしますね。一回エンドします。さあ気まぐれ軍艦握りの効果は、ちなみにこのカードは1ターンに1度の制約がついていない、何回も発動することができるぜ。強いだろう、
まあ、こんなカードに単一つけられたらもう困るけどな。レッドアイズフュージョン、なるほど、いきなりレッドアイズフュージョン。ドラグンオブレッドアイズはあれだぞ、あの遊戯王マスターデュエルの世界には実装されて、あーっと、あるうららも、晴れうらら打たなかったのかな、まあ、ずっとチェーンあったけど、まあ確かに寿司どこにうらら当てればいいか分かんないよね寿司デッキってどこにうらら当てればいいか分かんないよね。まあ全員うらら踏むんだけどさ、一応ワンドロ効果あるから、まあ、でも展開上はそんなに関係ないかなっていう感じはするね。さあ、レッドアイズ何が出てくるのか。あ、メテオブラック、なるほど。メテオブラックドラゴン。これもしかして黒煙弾ワンキューとかされませんよね。大丈夫ですよ、これね。黒煙弾ワンキューみたいな。あ、ちなみに白魚の、あの効果によって、フィールド魔法 が存在している場合、軍艦モンスターが効果では破壊されないっていう効果があります。あ、バトルフェーズ3500。打点高すぎじゃない？軍艦で3500って抜けないんだよね軍艦単体だとね、3400が一応最高なんで、3500抜けないんですよね。まあ一応気まぐれ軍艦握りの効果と、気まぐれ軍艦握りの効果によって、ウニとシャリとシャリを持ってくればいいか。まあとりあえずウニとシャリ両方ともサーチできるんで、まあワンチャン強いですよ、これで。これとりあえず、まあ、この3枚を見せつけて、まあこれはシャリがいいな、できればシャリがいいな、できればできる限り。さあ、シャリ来た、なるほど、シャリ来た、なるほど。まあ、これはちょっと後でいいや。じゃあこれ後でいいで、ぶん殴られていくが、ぶん殴られた場合お代を払っていただくぜ、お客様、お客様、白分のお値段を払っていただきますよ。そしてシャリの軍艦を特殊召喚し、さらに強引に提供していきますよ、お料理を、寿司を強引に提供していきますよ。私はシャリの軍艦1体でオーバーレイネットワークを構築、 FC 召喚、ウニ型2番艦召喚ムービーあるんですよ、そう召喚ムービーあるんですよね、謎に、あまりにも謎すぎる。これはこっちが先か、チェーン1、ウニの軍、ウニ効果で海鮮効果で、これで、ウニを持ってくればいいのか。シャリ切れしてんな、深刻なシャリ不足が発生してるな、これ。赤シャリの軍艦まだ、なんでシャリ3個しかないの、この店。なんか米入荷不足なんじゃない、これ。あまりにもどないしよう、米足りねえんだけど。ちょ、店長、米が足りませんお客様が料理の提供を待っていますが、店長、米が足りません。私のさん、ドロー。弱っ。もう、テラフォーミング発動するか、一応。テラフォーミングの効果を発動して、でテラフォーミングの効果で、まあ、でも一体シャリをね、ゴミ箱から回収して、もう一回、使い回すことができますんで、保健所から訴えられる、ムーブ、保健所ムーブしていきましょう。保健所ムーブ、まず気まぐれ軍艦握りの効果を発動。気まぐれ軍艦握りは、ゲームから除外すると、墓地で存在している軍艦カードをデッキで戻しながらカードを1枚ドローするっていう最強効果を持っています。あ、てめえ、はってめえ、ふざけん。あ、これもう一回使えばいいのか、これ。あー、もう一回使います、これこれ重ね掛けできるのか、なるほど。これ単一ついてるの強いな。で、これもう一回戻してワンドローする効果を裏で止められたけど、もう一回する。さあ、これによって謎にカードを1枚ドローしてシャリを戻していく効果が発動できる。よし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 、いくら来た、いらねえ、今お客様待ってるのいくらじゃないんだよな。え、これどうしよう、3500マジで取っ払いたいんだけど。え、これもう掃除係出すしかなくない、これ。なんかその、実はこの店はね、掃除係がいるんですよね。清掃係がいまして相手の盤面も掃除できるね、掃除係がいるんですよね。で、軍艦のところ回線の効果は特に発動する必要はなくて、いくらの軍艦召喚で、シャリの軍艦出したいから軍艦のところ回線の効果発動して、軍艦のところ回線の効果によりデッキトップに、シャリの軍艦を置くことができる。そして、イクラの軍艦はデッキトップ3枚をめくり、シャリの軍艦が存在していればそのモンスターを特殊召喚するという効果を持っている。これによって、シャリの軍艦を特殊召喚、
さあお客様、高級寿司はいかがですか。ウニの軍艦の効果発動。ウニの軍艦の効果によりフィールド上の軍艦モンスター1体を対象に取り、そのモンスターのレベル4か5に切る。これは今レベル5に変更させていただきますよお客様。そして、レベル5のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、ヘイウニお待ち。召喚ムービーどう。うざくない。でウニの軍艦の効果発動、カードを1枚ドローさせていただきますよ。さあこれでカードを1枚ペッとドローして、ハカアナ強い、ハカアナ強いですね、ハカアナは強いですねこれで。ウニの軍艦とイクラの軍艦をつまみ食いすることによって、まずはちょっと、お店の観葉植物を出していく。ウニの軍艦と、あ、イクラの軍艦とウニの軍艦を、リンクバーガーにセット、サーキットコンバイン、観葉植物を出して、そして観葉植物の効果発動。お店の観葉植物の効果により、デッキからフュージョンと名前が記されているカードを墓地に置くことにより、そのカードの効果をコピー、現れろフュージョンデステリーの効果により、デステリーヒーローディバインガイドダッシュガイを墓地に送り、真相回転清掃係を特殊召喚。さあお掃除していきましょう。まずは、お清掃係の効果によって、フィールド上のカードを1枚ずつ選択し、そのカードを、破壊していく。自分のカードはここは一旦その店を破壊していきますか。まず、店を破壊して、で相手のカードをぶっ壊し、そしてレッドアイズブラックドラゴンと扱いになっているメテオブラックの効果が発動して対象のモンスターを蘇生しようとするが、そのカードを墓穴の指名者に、除外することによって実質蘇生ができない。来た、いい仕事してるぞ清掃係、やるな清掃係。清掃係と言ってゴリ押ししていくスタイル。ちなみにこのイクラの軍艦は一度のバトルフィール中に2回の攻撃をすることができる、2回もの攻撃をすることができる。雪やイクラの軍艦で2連打、そして、ユニでダイレクトアタック、そして雪観葉植物でダイレクトアタック。メインギミックで3500打点を突破できません。バグですかこれ。あ、ハンド強そうじゃねえこれ。ハンド鬼ほど強そうなんだけど、これ最強ハンドと言ってもいいのかもしれないな。まずは水使いの効果発動。水使いの効果によって、手札のこのカードを除外することによりアラメシアの技能を持ってくる。ちょっと本気で展開してみていい、あのマジで寿司勇者デスフェニの最大展開が今できそうになってるんだよ。ちょっとマジで最大展開してみていい。でですね、まウニの効果発動します。でウニの効果、このカードとシャリの軍艦を見せると、ウニとシャリを特殊召喚して握りそうになる。でウニ特殊からのシャリ特殊、はい。で旅路効果、ドラコバッグ持ってこれる、装備しない。で、運命の旅路の効果発動。運命の旅路の効果によって、デッキからグリフォンライダーを手札に加え、そしてドラコバッグを墓地に送り、そして、ドラコバッグの効果を発動。ドラコバッグは墓地に送られた場合自身の勇者トークンに装備することができる。そして、その効果にチェーンしてもしなくてもいいんだが、まあ、一応チェーンしよっか。グリフォンライダーの効果発動。グリフォンライダーは勇者トークンが存在していれば、特殊召喚、何でも効果を無効にできる。相手のカードこれで2ビルとかをケアできます。はい。そしてウニの効果を発動。ウニの効果によって自身のレベルを4にすることにより、デッキからシャリの軍艦を手札に加えることができるぜ。そしてイクラの軍艦を特殊召喚していいのかな。イクラだしな、まだ俺召喚権使ってないもんな。イクラの軍艦を特殊召喚、そして、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、ちょっといくらはいくら巻き込んどくか。どうせ通常召喚してねえから、いくらから展開しなくてもいい。ちょっといくら巻き込んでおこう。ここと、これでエクシーズして、いくらの軍艦もエクシーズ召喚。あ、今海でもよかったな。
あ、ウニでも分かったな。ちょっとミスったけど、まあいいや。あ、増殖してきた。まあでもどっちにしても変わ、そんなにそこまで変わんない。ウニだったらワンチャンいくらでシャリ出てきたかもしれないもんな、デッキトップ。ちょっとミスったか、まあいいや。シャリとウニでエクシーズ召喚。現れろ、白魚型特務官。そして効果発動、カードを1枚ドローするぜ。はい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 、まあいいでしょう。そしてレベル、あ、レベルじゃねえ、同じランクのナンバーズ以外のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れよ未来王ホープ。そして未来王ホープ1体でオーバーレイネットワークを再構築。エクシーズ召喚、現れよ未来竜王ホープ。そしてさらに手札よりマジックカードフュージョンデスティニーを発動。フュージョンデスティニーの効果により手札じゃねえや、デッキより、ダッシュガイとディバインガイを墓地に送り、現れろデストロイフェリックスガイ。これ聖装係左からですね、大将、客、聖装係客となってます。はい、寿司一匹もいなくなりました。これが、最強寿司デッキの最強先行展開です。ありがとうございます。マジでこの、使ってみていただきたい、寿司っていうエクシーズモンスターを。本当に勝てない。いや、やばいっす、芝刈りは。芝刈りはグリフォンライダーで止めた方がいいんじゃない、さすがに。いや、これさすがに止めないと世界終わるもんな。で、グリフォンライダーの効果発動、芝刈りを無効にし、このカードはデッキに戻るという効果。2枚目打たれたらマジでやばいですけどね。はい。まあ、言うて1号が使わされました。セット、おっと、召喚魔術何ってことは、あれアレイスターか。なるほど、なるほど。ってことはアレイスターか。何デッキだこれ。召喚60枚の召喚シャドルみたいなやつか。さあ、増殖する G の効果が通っていく。さあ、カードを1枚ドローすれば異物混入ですね、これは。はい、異物混入型寿司デッキとなってます。これによって、保健所からまた指摘が入ると。この店やばくて、保健所からの指摘やばくてですね、シャリの軍艦を使いましたね、ゴミ箱から。ゴキブリが混入していたらやばいことが起きてるんで、カリグラ、なるほど。カリグラ様、まあどうでもいいか。カリグラは今そんなにどうでもいい。まあどうせそのモンスターはデストロイフェニックスがいて叩き割ればそんな関係ないから、召喚魔術を戻して、アレイスターを手札に加えていく。オーケーだろ。オーケーだろ。で、エンド。あれ、そんなゴミ展開でいいのか。おい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 、もう舐めてんのかてめえ。清掃係がぶち切れるぞ。清掃係の効果によってカリギュラとデストロイフェニックスガイを両方とも破壊していく。うげ、最強はフュージョンデストニー。いらね。さあ、現れろデストロイフェニックスガイ。寿司が出ませんね。寿司が出ませんねえ。でも先行展開使いましたから、ちゃんとウニもイクラも。あれは寿司の展開力があってこそこの盤面ができているっていうことですからね、言っときますけど。はい、あれは寿司の展開力がなければ成し得なかった技ではあるということは言えますね。これ全部足りてますね、全部でぶん殴れば。全員攻撃表示に変更して、でこれでバトルフェイスに入る。はい、行け寿司オールスターズ。まずは客で攻撃、客で攻撃、清掃係で攻撃。さあ、寿司屋の対象で攻撃。お客様お会計、ご来店ありがとうございました。ここまでせんと勝てん。あー、悪くないですが、悪くはないですが、言うて白魚もいますし、勇者展開もまあできるんでワンチャンありますね。さあ、聖殿の水使いの効果発動。聖殿の水使いの効果によってアラメシアの儀を手札に加えていく。そしてアラメシアの儀の効果を発動。アラメシアの儀の効果により、勇者トークンを特殊召喚していく。おっと、あー、つれ、増殖する G はつれ。どないしよう。いやー、まあでもグリフォンライダーまではさすがに行った方がいいか。グリフォンライダーまで行った方がいい気はするが、とりあえずテラフォーミングの効果発動して、
テラフォーミングの効果で、軍艦どころ回転、まあ、ちょっとお店はねさすがにちょっと回転しないといけないので回転させていく。でだな、これどうしよっかな、結構きついな増字は。いやお客様これゴキブリは困りますよ、持ち込まれては。ゴキブリを持ち込まれては困ります。で車輪の軍艦の効果の前に一回ちょっと一回発動してだな、車輪の軍艦を召喚してだな。で旅路発動して、でドラゴンバッグ持ってくしかねえか。いやこれ厳しいな、増殖する G は厳しいな。まあドラゴンバッグ装備グリフォンライダー出すまでは確定させないといけなくて、いやーこれいっちゃ向こうもドローすんだらこっちもドローしたらよくね、白い子出して。向こうもドローすんだったらさこっちもドローしてよ、次の展開しのいた方がいいんじゃねえか、そんな気がするぞ俺は。分かって止まるべきだって言うんだろ、お前らは止まるべきだって言うんだろ、俺は止まらねえ、止まるんじゃねえぞこれは効果発動してるよ、止まるんじゃねえぞ。レベル4のシャリの軍艦とレベル4のシダゴの軍艦でオーバーレイレットゴゴチクエクシエンス召喚、現れよ空母軍艦シダゴ型特務艦、効果発動。このカードの効果により1枚ドロ、これはさすがに確定した方がいいな。1枚ドローの交換にチェンジ、軍艦どころ回線の効果によって次の初動も確保していくぜ。お前がドローすんなら俺もドローさせてもらう。たら相手の手札は8枚だやりすぎたかな、やりすぎたかな、これ完全に、まあ、一応破壊された時のために次の軍艦も握れるようにシャリをドローしておくぜ。そして白岡特務官のところにカードを1枚ドローしながら気まぐれ軍艦握りの効果によって、次のネタを仕込んでいく。よしどうだ、これが寿司デッキだ、単身のでさあ誰がかかってきやがれこれでかかってきやがれ言うてんのやばいよな。うわライトニングボルティックスだぞ、そんな太古の昭和カード入ってんのか。まあでもこれさすがにグリフォンライダーを使うしかあるまい。まあ言うてシラウオは破壊されないんですけどね、ちなみにね、あのシラウオは効果では破壊されないんですけど、まあ遠く一応守れるんで、まあ、グリフォンライダーは使った方がいいですね。でこれでライトニングボルテックスを無効にしていく。 OK いいだろう。さあどうする、予想外、何それは、確かに予想外のカードだな。何が特殊化されてんだ、何貴様シャリの結果は特殊召喚だと、バカな攻撃でどのくらいすぼ、何これはライバル店の可能性があるぞまさかこれはライバル店の可能性がある、テラフォーミング、なんだと、何を指してるんだ一体、軍艦ところ回線だ、やばいこれはライバル店だ、軍艦ところ回線の効果な、何まずいぞ、あ強いあ強い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 、軍艦ところ回線の効果によってデッキトップに何らかのカードを置くことができる。あシャリの軍艦が置かれてしまった、これはまずい、まさかいくらの軍艦でも特殊召喚しようというのか、やばい、あっちの方がメニュー多いぞ、やばいぞ、おい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 待ってくれ、ライバル店の方がメニュー多いぞ、待ってくれ待ってくれ、ちょっと待ってくれ、うわ白魚のガタ特務官も来た、まずいいやうまいけど、まあ、味はうまそうだけど、うまいけどまずい、ちょマジでマジでやばいマジでやばい、いくらでも伊達は抜けないか、ウニもいるの、ウニもおる、軍艦どころ海鮮はやばすぎる、軍艦どころ海鮮は、でもそれは特殊化されないが、これでもしかして全部並びます、なるほど、ウニの軍艦の効果によってシャリの軍艦のレベルを5に変更していく、その後シャリの軍艦を手札に加える効果を持っている、やばい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 、これ
もしかしてこれライバル店、これメニュー全開放ってやつですか、これ。うーわ、え、俺消化器使ったっけ、あの人。3400がやばすぎる。3400はさすがにやばい。うーわおい、ライバル店の方が有料店じゃねえか。ネタめっちゃ持ってんじゃん。どうなってんだよ。おい、ふざけんなよ。めちゃくちゃうまそうな寿司めっちゃ並んでんじゃん。しかもなんかウニの効果によってフィールドのカードの効果を完全に無効にすることができます。今3枚まで。やばすぎうわ、軍艦とか店がやばいぞ。店のサンダーボルトお客様、僕の白いも食べてくださいよ。ちょっと困りますよ、お客様。好き嫌いされても困ります。いわゆる軍艦握りの他によりシャリの軍艦を見せつけて、シャリの軍艦を見せつけることができた場合は好きなカードを手札に加えることができるという最強の効果を持っているが、特にこれに関しては意味がない。強い。あ、いかなかったの方か。ちょ待って、店破壊するのやめよう。あ、店は守れた。店は破壊しない。ライバル店は結構優しいかもしれない、もしかすると。おー、これは完全に完敗と言っていいね。